が軸足になるんですけど、真ん中よりもちょっと軸足より僕はいつもここにパックを置いてます。まず最初はパックを見ながらでいいので、スティックを振り上げていくわけなんですけど、この時にちっちゃい線にならない両手を伸ばしながら大きくダイナミックに腕を振るっていうのが大事になります。実際の振り上げ方としては、ここから腕を後ろにこう振るんじゃなくて前に振り上げて、そのまま落としてきて打つっていうような形になるんですけど、上に上げるときはそんなに力まなくていいので、振り下ろしてくるときに少し強く握ってインパクトのスピードを上げるっていうことを意識してます。体重移動の方法としては、腕を振り上げたときには自分の後ろ足、右足に乗って下げてくると同時に左足に乗って、最後前に倒れるぐらいでいいと思います。インパクトの瞬間は必ずブレードをかぶせるところが大事です。ここでブレードが開いた状態で打ってしまうとシュートがこうペラペラになってしまうので、まずは閉じた状態で打